皆さんこんにちは、タイガー K です。 What's up guys? This is Taiga K. I'm in Kyoto today. 今日は京都に来ています。これからリーガグラン京都、こちらのホテルレビューをお届けしたいと思います。 I'm here to give you the hotel review of this Riga Grand Kyoto. Let's go and find out what kind of room they have inside. では早速行ってみましょう。中に入るとまず驚くのがこちらの長いエスカレーターです。フロントは3階にありますので、こちらのエスカレーターに乗って上に上がっていきます。ちなみにエレベーターホールはこちらにあります。はい、3階に到着しました。 This is the third floor for check-ins and lobby. こちらにロビーとチェックインのデスクがあります。両替機もありますね。 There's a currency exchange machine. ウェルカムドリンクがあるとのことですが、バーのお酒ではないようです。残念。 They've got a nice bar here and I would definitely go for a glass of champagne or wine, but the welcome drink does not include the alcohol. カシスとブルーベリーのジュースです。紅茶類やコーヒーも無料でいただけます。さあ、こちらで一息ついたらお部屋に向かいます。5階に着きました。とても綺麗ですね。さあ、私のお部屋はこちらになります。部屋に行く途中で自販機コーナーがこのフロアにあります。ちょっと入ってみましょう。お、アイロン台とアイロン貸してもらえるんですね。しかも無料。普通ホテル無料か。はい、そしてこういった自販機がありまして、そして日本ならではビールの自販機、 The Beer Vending Machine. This is something that you will never find except in this country, Japan here. 日本以外では決してないですよね。誰でもお酒が買えてしまう。さあ、ではお部屋に行きましょう。今日は511号、 I'm staying at room number 511。 着きました。 This is my room today. 今日のお部屋です。こんにちは、はじめまして。 Nice to meet you。 こちらはですね、スペリアツインですね。 This is the Spurrier Twin Room。ベッドの上紫で、なんか和室感あっていいですね。こちらには窓があるわけではなさそうですね。ただお部屋はこちらから見るとこんな感じ、とてもすっきりしていますね。はい、お茶セット、茶菓子のセットかな。こちらも後でじっくり見てみましょうね。さあ、ベッドの上には浴衣が置いてあって、で、お部屋のライトのコントロールですね。ちょっと暗いから映らないかな。そしてこれは、菊の花でしょうかね。 I think it's a chrysanthemum they have on the wall as a picture. ではバスルームチェックしていきましょうか。あ、バスルームの前に今日はこちらにクローゼットがあるので、先にクローゼット見ておきましょうかね。ハンガーとスリッパで、一番上にね、このカゴが置いてあって、これを使ってお風呂に行くとき、こちら大浴場がついてるみたいなんですけれども、この中にタオルなどを入れて行くことになるみたいです。ではバスルームチェックしましょう。中はどんな感じかと言いますと、お、とても綺麗ですね。こちらにはコップだったりティッシュだったり、ハンドソープも置いてあって、その下にこれは何だろうか。あ、もしかしたらこれがアメニティグッズかな。この中にね、アメニティキットが入ってますね。すごいちゃんとしっかりとした木箱に入っている。 You'll find all kinds of amenity goods inside of this wooden box. 歯ブラシだったりね、レーザー、ヒゲ剃りだったりが中に入っています。タオル類はこの下ですね。おそらくヘアドライヤーがここにあるのかな。これがヘアドライヤーですね。
イオニティパナソニックですね。ヘアドライヤーがあります。あー落ちる。後でしまいましょう。次に浴室をチェックしましょう。まだあまり使用感のない新しいユニットバスといった感じでしょうか。こちらもね、綺麗な最新のお風呂ですからね、ここでは水圧チェックする必要ないかな。十分にシャワーは流れると信じたい。これでいいのかな。出ました。はい、水はしっかり流れています。お風呂もね、しっかり入れますよね。結構大きいバスタブですよ。水はけバッチリです。水圧チェック、ここでウォータープレッシャーチェックいきたいと思います。しょー、どうかな。はい、がっつり出てますよ。もうちょっとパワー強くしましょうか。はい、なかなか良いのではないかと思います。水はけもバッチリですね。はい、ありがとうございます。 Thank you very much。 完璧です。では反対向いて、こちらがトイレですね。 This is the bathroom。 あ、とても広い、すごい広い作りですね。結構狭かったりするところが多いですが、最新のウォシュレット付きトイレでございます。ではお部屋のチェックしていきましょう。ちなみにこのホテルは鍵を差し込むタイプです。そしたら部屋の電気がつきます。入ってきた時についていたテレビは消しましたが、結構大きいですよ。40インチはあるかな。こちらにケトルがあって、ウォーターボトル、こちらフリーオブチャージですね。そしてこちらが引き出し、あ、インルームセーフ、金庫がこちらにあります。そして冷蔵庫ですね。 This should be a refrigerator。 よいしょ、どちら、こっちか。ちょっとコンパクトサイズですけれど、よいしょ。そしてナノイー付きの空気清浄機で、じゃん、茶菓子、京都茶園、こちらからの、ティーバッグ、お茶ですね。あ、お菓子ではなかった。こちらはね、2種類のお茶ですね。玉露と、それから宇治紅茶、グリーンティー or ブラックティー、ここに入れてね、楽しむことができます。和な感じですね。あ、こちら側にホテルの名前が書いてあるんだ。リーガグラン京都、とても落ち着いた感じのホテルでいいです。ただね、お部屋に窓が欲しいという方、ちょっと残念かもしれません。こちらを開けてもですね、窓はありません。そして開けると、窓がないってことはないか、窓はあるんですよね、きっとね、あるけれど景色はございません。 There is a window if you open this window shade, but you won't be able to see outside. Can I open the window? Doesn't open all the way. はい、残念ながら全部を開けることができません。無理やり覗くとこんな感じです。正面はね、同じホテルでしょうか、ちょうどホテルの中庭が見えてる感じでしょうかね。さあ、お部屋ですけれども、あ、ベッドですね。よいしょ、あ、ふかです。よいしょ。今日ね、一人なのにね、またツインに泊まっちゃってるっていう私ではございますけれども、はい、快適です。いい感じ。よいしょ。ベッドはシングルサイズかな。これそうですよね、セミなんとかじゃないですよね、多分シングル。よいしょ、1メートルぐらい、ほぼシングルサイズですかね。そのベッドが2つ並んでいて、あとこれはなんとなく、こちらソファーベッドになるんじゃないかなって気がします。あえて作りませんが、何せ私一人ですので、ベッドね、部屋に3つあっても仕方ないので。よいしょ、さあ、こんなに広い部屋、とてもね、ゆったりしてます。大人2人入ってもね、全然多分圧迫感ないと思いますよ。とても広いです。で、これからお風呂でも行こうかと思うんですけれど、
そのお風呂に行く前にですね、このこちらの施設内の状況を確認することができます。例えばまずこちらお部屋に Wi-Fi があるんですけれども、こちらにパスワードが出ています。お部屋ごとにパスワードが違うということでしたね。あとはお風呂の混雑状況なんかもこちらのモニターで見ることができます。洗濯機がね、今空いてるかどうかも見れるんでね、すごくいいですよね。それ以外にも YouTube でニュースを見たりだったりとか、これ押したらどうなるんだろう、あ、普通にニュースチャンネルのが見れるんですね。それからスマートフォンとミラーリングするような機能もついているようです。それでは浴衣に着替えたいと思います。はい、着替えました。こんな服装です。菊の絵柄ですかね。もうちょっとこっちに来た方が明るいかな。はい、こんなデザインです。 This is the design of the Japanese kimono here they have in this hotel. I think this is chrysanthemum too. 菊ですよね、これね。ではお風呂に行ってきます。お風呂に行ってまいりました。 I just went to the bath and that was good. やっぱり大きなお風呂があるのはいいですね。こちらのお風呂はね、カードキーをかざして入るタイプのものでした。入るとですね、まず着替えるためのお部屋があって、でそのまままっすぐ行くと洗い場があってお風呂という感じです。扉を開けるとね、大きな浴槽が一番奥にドーンと見えているような感じでした。ということでね、サウナなどはありません。いやー、気持ちよかったですね。では、おやすみなさい。Good night. おはようございます。さあ、目覚めましたので、これから朝食をいただきに行きたいと思います。I just woke up and now headed to the breakfast restaurant. Can't wait to see what they're going to serve.楽しみですね。では行きましょう。はい、すみません、おはようございます。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。ご用意いたしますので、はい、デザートとドリンク取りなさってください。お願いします。こちらがそのデザートとドリンクコーナーです。この左側は店員さんの作業エリアです。ホットドリンクは入り口近くにあります。チェックインの際のウェルカムドリンクと同じところですね。席に戻ると置いてありました。こちらが朝食です。ご覧ください、この30箱朝からすごくないですか。では行きます。オープン。最上段がこちら、そして2段目、こちらが3段目。すべてオープンしました。リーガグラン京都の朝食でございます。朝からワンダフルすぎません？そしてこちらがもう一度お品書き。内容が気になる方は一時停止してご覧ください。こちらのお皿、私はパンを選択しましたが、ご飯も選べます。それではいただきます。いや、こんなにたくさんあるとね、まず何から食べようかすごく迷うんですけれど、とりあえず一番気になったものから食べています。何を食べているのか気になるのでお品書きを見てしまうのと、あとね、丸々一口で食べるべきなのか、それともこのように切りながら食べるべきなのか、ちょっとわからない時があります。お味の方はとてもあっさりしていて、朝食にはぴったりの口当たりでした。さあ、朝からがっつりいただきまして完食でございます。最後にデザートとお茶をいただきました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。部屋に戻ってまいりました。いや、朝ごはん美味しかったですね。感動しました。なんかね、あんな30になった京スタイルっていうんですかね、京都スタイルにしてもどこのホテルでもあるわけではないでしょうからね、このホテル特有だと思います。いやー、満たされました。 I very much enjoyed the breakfast here.
And I hope you liked it too. And I hope you will stay in this hotel and try out the breakfast they serve. もう朝から満腹になりすぎて、今日一日が満たされた感じになっていますけれども、そろそろチェックアウトの時間が迫ってまいりましたので、今日の動画はこれで以上になります。ではまた次の動画でお会いしましょう。今日は最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた。Okay, it's about time for me to check out. I'm so stuffed, so I don't wanna move, but I have to move on. And I hope you truly enjoyed this video. And if you liked it, make sure you will hit like and subscribe to my channel. Thank you so much for watching today, and I'll see you in the next episode. Bye!